が小さいな。みんなちゃんとお昼ご飯食べた？食べた。食べたよね。じゃあみんなもう一度大きい声でご挨拶入れるかな。いくよ。こんにちは。こんにちは。はい、みんな元気なご挨拶ありがとう。今日はここ立ち巻きファミリーランドにお集まりいただきありがとうございます。実は今からあるヒーローがここに来るんだけど、みんな誰が来るか知ってるかな。知らない？あ、知ってる友達もいるね。ありがとう。知らないお友達のために姉さんが紹介します。精霊奉仕とチノキッドという栃木のローカルヒーローです。2009年からこの栃木県で活躍しているご当地ヒーローです。悪い精霊邪霊族からこの栃木県を守るために戦っています。今からうちのキットが来るんだけど、みんなにお願いしたいことがいくつかあるので聞いてください。まず1つ目、ここのステージでですね、もしうちのキットが悪いやつだと戦ったら、みんながもしかしたら巻き込まれちゃうかもしれません。そうなってしまったら大変危険です。なので絶対にこのステージの中には入らないようにしてください。2つ目、今前の方で見てるお友達座ってくれてるんだけど、途中でそのお友達が噛んじゃったら後ろのお友達どうなるかわかるかな。そう、後ろのお友達が見えなくなっちゃうから、今前の方に座ってるお友達はこのまま座ったままで見てください。そして3つ目、うちのキッドが戦ったりしてもしかしたらやられちゃってピンチになる時もあるかもしれません。そんな時はみんなで頑張れって応援してください。みんなの応援がうちのキッドのパワーの源、法力っていう地方の力になってパワーアップします。なのでみんな、うちのキッドがピンチの時は頑張れって元気いっぱいに応援してください。よろしくお願いします。じゃあ3つのお約束守れるお友達、はーい、はーい、みんなありがとう。それでは栃木キッド呼んできちゃおうかな。じゃあみんなまたね。ワンモアタイム。どうする？行って。失礼しました。これから憤慨大将イジアケラーショーが始まります。俺たち大邪霊教団は精霊奉仕土地のキットという頭に緑の餃子を乗っけてる足の短いヒーローを倒すため戦っています。イジお兄さんからのお願いです。土地のキッドを応援したら法力という地方の力が強まっちまうから、土地のキッドがピンチの時も絶対に応援しないように。そしてあいつが来る前にこの会場を我々が恐怖の全毒に陥れてやる。ちょっと待ってよユウキ、ホウリキ、トチノキ、郷土の元気で栃木を守る精霊奉仕、トチノキと雷獣、ピシャグロ、ドモドモ、山頂イジアケラ、ワツラ、これは僕の賞、トチノキット賞でしょう。それに他人が気にしてる体の特徴について悪口を言うなんて最低最悪だぞ。頭の部分は緑の餃子じゃなくてトチノキの葉っぱ、トチの葉だって何度言ったらわかるんだ。じゃなくて会場のみんなに手を出すな。ち、せっかく俺様のショーができると思ったのに。行くぞ、ワスラ。ダメダメ。
め。行くぞ。来い。ほら。はっはっ。せや。はい。はっはっ。せや。ほら。はっ。くっ。うりゃ。はっ。ほら。せや。せや。くっ。来てごろ。あいよ。さっきから土地のキッドの手元にいる。あいつは何者だ。まあいい。ライブレードを撃たれる前に一旦退散するぞ。待てー。くそ、逃げられちまったか。ああ。みんな、こんにちは。僕の名前は精霊法師、土地のキッド。人々を見守る精霊族によって人間界に送り込まれた土地の木の精霊なんだ。この栃木県を悪の精霊、ジャレイ族から守るために戦っているぞ。きっと、オイラも自己紹介させてくれよな。おっと、そうだった。オイラは、雷獣ピシャゴロ、雷獣の子供だ。よろしくな。この土地の木でできた剣、大木丸にピシャゴロの力を宿したら、僕の必殺技、雷ブレードを出すことができるんだ。ああ、昔、ジャレイ族に捕まりそうになった時、キッドに助けてもらったんだよな。だからキッドに恩返ししたくて力を貸してるんだ。ピシャゴロ、いつもありがとな。シャレー族の奴らに雷の技はすっげー効くからな。それよりキッドが殺生石のかけらを浄化した時のエネルギーでオイラも実体化できたんだ。せっかくだし自由に遊びに行ってもいいだろ。少しならいいけど、とりあえず僕の近くにいてよね。大蛇霊教団は殺生石のかけらを狙っているから、いくつかバラバラに散らばった殺生石のかけらの残りをあいつらが集めてしまう前に僕が浄化してナスの史跡に戻さないといけないんだ。あいつらがまた出てくるかもしれないから警戒しないと。チェー、キッドこそ遊ぶついでに美味しいものを食べすぎてお腹壊したりするなよ。ちょっとひどいよ。確かにお腹空いたけどさ。ほーら、やっぱりな。腹が減っては戦はできぬって言うしな。よし、あいつらが来る前にさっさと行くよ。気をつけろよ。聞いたか、ワッサー。何を。こらー、はれー、ちゃんと聞いてろよ、ガジャッピが。すみません。俺たちがいつもやられちまうライブレードは、あのピシャゴロとかいう雷獣の力だったってことだ。なるほど。下野の国烏山に雷獣の伝説があるってのは聞いたことがあるが、まさか土地のキッドのお供だとはな。ってことは、あいつを連れ帰ることができれば俺も、もうゲットだぜ。って、違うだろ。いってー。見た目は似てるが、どっかの電気ネズミじゃねえから。しかも初期のオープニングじゃねえかよ。雷獣ってのはな、ウィキペディアによるとだな、落雷とともに現れると言われる日本の妖怪だ。近くにも体が勝手に動いちまったじゃねえか。すみません、音響さん、 BGM 間違ってますよ。よし、話を戻すぞ。へい。あいつを連れ去ることができれば、土地のキッドはライブレードを使えない。なるほど、とどめを受けることもなく安心ですね。それにだ、殺生石のかけらを浄化するエネルギーがどうとか言ってたろ。あいつが残りの殺生石のかけらを見つける方法を何か知っているかもしれない。そうか、遥かな昔、ナスで大暴れした恐ろしい大妖怪の邪気が詰まった石、殺生石、そのかけらを集め最強の邪気を手に入れることができれば、大蛇霊神様が人間界に降臨できる日も近いですね。だろ、
早速行くぞ、ワッスラ。はあ、いっぱい遊んで食べたな。お腹パンパン。佐野ラーメンもじゃがいも入り焼きそばも宇都宮餃子も、ああカロリー考えたらいちごやかんぴょう日光湯葉くらいにしとけばよかったかな。ピシャゴローも十分だろ。あれピシャゴロー、ちょっとどこにいるんだよ。お、都庁キットだ。ワスラ隠れてろよ。ダメ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 。ピシャゴロー、どこにいるんだよ。どうやらピシャゴロとはぐれたようだな。これはチャンスですね。ああ、先回りしてピシャゴロを探すぞ。了解です。ピシャゴロ、どこにいるんだよ。出てこい。ああ、どこ行ったのかな。近くにいてって言ったのに。何か嫌な予感がする。ピシャゴロを探さないと。ピシャゴロ、おい、どこだ。あれ、また同じとこ出てきちゃった。みんな、ピシャゴロ見なかった。なかった。見たよって声と、見てないよって声が聞こえるな。じゃあ、3人のお友達に聞いてみようかな。